皆さんこんにちは。私は MBA インターナショナルインターンシップ生の山口博文と申します。今回も前回の動画に引き続き、個人的には好きなのだけれどネットで調べてもあまり情報が出てこない、少しマイナーだけど唯一無二の面白さを持った TRPG を紹介していきたいと思います。今回紹介するのはスチームパング風の世界観が特徴的な TRPG ギアアンティークルネッサンスです。物語の舞台は地球によく似た異世界、その西側にあるマギロニー地方。ヨーロッパを思わせる風景を持つこの町では、産業革命により蒸気機関と歯車にあふれ、それと相対するように魔法や妖精といった神秘も未だに残っています。この場所であなたはとある世界を揺るがす大きな事件に巻き込まれてしまいます。それは隣接する軍事国家からの陰謀であったり、数場所を追われた妖精からの助けの声であったり、あるいは町を揺るがす怪盗からの反抗力かもしれません。しかしそれらの事件に関わってしまったあなたは選ばれた英雄ではないのです。学校に通う若者、パン屋で働く娘さん、買い物帰りの主婦に居酒屋の酔っ払い親父、そんな普通の人々がこの物語の主役になります。そんな人が果たして世界を救うことができるのでしょうか。ええ、できるのです。胸にある開拓者精神と背中を押してくれる持ち前の幸運があなた方の持つ最大の武器、これらをカバンに詰め蒸気と魔法の世界に飛び出しましょう。このゲームの最大の特徴はキャラクター作成の重厚さにあります。普通 TRPG のキャラクター作成とはキャラクターシートという1枚の紙に収められるのですが、このゲームではログブックという1冊の本にそのキャラクターの人生を書いていくのです。どのような家庭で生まれたのか、進学先はどうなったのか、初恋はどのような人でどんな結果に終わったのか、成人してからはどんな職に就いたのか、どのような人と結婚しどのような家庭を築いたのか、晩年は健康に過ごしたのか、そして老後に至るまでどのような人生を歩んだのか、それらのキャラクターの年代記を一冊の本にまとめることからこのゲームは始まります。もちろんキャラクター作成にかかる時間は普通の TRPG の2倍も3倍もありますが、その分できたキャラクターへの愛着はひとしお。ログブックを眺めその人生を考えるだけでもなんだか楽しくなってきます。またキャラクターの経緯がはっきりしているということは、プレイヤーもそのキャラのロールプレイがしやすくなりますし、ゲームマスターもその人の人生に絡めたシナリオを書きやすくなります。多くを見せることで見えない部分を書きやすくするという恒例と言えますね。さてこのギアアンティークですが、前回紹介したエンゼルギアと同じく現在は絶版されていて入手困難です。しかも遊ぶためにはログブックという別の本も必要なので、単純なプレイ難易度で言えばエンジェルギアより上と言えるでしょう。しかし現在ではコンベンションという TRPG のイベントも積極的に行われています。個人で手に入るのが難しくても、そのようなイベントに顔を出していればいずれ遊ぶ機会は来るでしょう。諦めずにいれば幸運がアートの背中を押してくれるかもしれません。本日の動画は以上になります。高動画が気に入ったらチャンネル登録と高評価ボタン、いいねをお願いします。ご視聴ありがとうございました。